特定行政庁は建築主事を置く地方公共団体の庁のこと。建築の確認申請、違反建築物に対する是正命令等の建築行政全般を司る行政機関。建築基準法第2条第35号に規定されている。建築主事を置く市町村及び特別区にあっては、それぞれの庁、その他の市町村及び特別区では、 都道府県知事を指す。すべての都道府県及び政令で指定した人口25万人以上の市には建築主事の設置が義務付けられている。つまり人口25万人以上の市では建築主事を置くため市長が特定行政庁となる。25万人未満の市町村の場合、都道府県知事と市町村長の協議によって建築主事を置くことができ、この場合になる。 人口10万人以上の都市の多くで市長が特定行政長となっている。さらに、建築基準法第4条第1項または第2項の規定により、建築主事を置いた市町村以外の市町村は、特定の事務のみを扱う建築主事を置くことができる。この場合は、当該事務についてはその市町村長が特定行政長になる。また特別区は、 特定の事務を扱う建築主事を都知事と協議してその同意を得ておくことができる。この場合も当該事務についてはその特別区長が特定行政庁になる。都道府県は建築主事の設置が義務付けられているため都道府県知事は建築主事を置かない市町村の区域について特定行政庁になる。また市町村における建築主事が 特定の事務のみを扱う建築主事の場合は、その建築主事の扱わない事務に関しても、都道府県知事が特定行政庁となる。特別区についても、特別区の建築主事の扱わない事務に関しても、都知事が特定行政庁となる。特定行政庁となると、建築主からの建築確認申請に基づく、建築確認を行い検察未詳を発行することが、 できるほか、建築許可や違反建築物に対する措置命令など、建築基準法に基づく行政行為を行うことができる。特定行政庁には、すべての事務権限を持つ一般特定行政庁と、前述のように一部の事務権限を持つ限定特定行政庁が存在し、限定特定行政庁が権限を持たない範囲については、都道府県知事が、 特定行政庁である。建築基準法大史上第1項の人口25万以上の市を指定する政令 e g 部法令検索。ありがとうございます。